さあ,1 <laughs> さああれから1日経ちましてまた続き遊んでいきたいんですけど幻冬編のねその前にえこの幻冬編のガチャチケット貯まったんでちょっと遊んで遊んでっていうか回していきますかちょうど10枚貯まったんでこれを引いてでラオウとかがね出たら ラオとか出たら、えー、ポイントが、幻ト編のポイント上がるは,ううはずなんですが、<laughs> 大丈夫かなあ、奥義か。まあ、ランクがレアのラオがで、えいねえじゃん。え、え <laughs> 七星天心のスーパーレアね。微妙だな。 幻灯編終わったら、またオーブガッチャーが36枚と、伝説編が溜まってんのか。えー、36枚と10枚、46枚か。また乃木坂の数になってしまったが、まあ40枚、40枚回します。えー、今は幻想編を遊んでいきましょう。昨日どこまでやったんだっけあ、多分1、1の6までやったんだよね。 で、今日ここまで進めて、えー、ストーリーのみ、そう、2の1多分やってないというか、うん、遊んではいるけど、動画には撮ってないので、普通に遊んでいきましょう。えー、っと、このパーティーで、一気にパーティーとか、編成で行って、さっき、えー、拾った奥義を、えー、セッティングすると、なんか、 特攻なんだよね。特攻というか。まあ、もらえるポイントが増える。ああ、増えるんだけど、そうか、装備。ちょっと時間かかって申し訳ないんですが。うーんと。これだな。えー、っと、これで、まず、七星天神七星天神って確か、龍軒が使ってた技な気がするんだけどな。あ ミートバウンドから、えー、特攻が特攻になるこれだな七星天使につけていや無法もないですよねこうやってつけ放題なんでねじゃあストーリーのあるここを遊んでいきますとラオウなかなかやるなうんうん龍軒の声、うん、なかなかやるな剣を押し寄るだけのことはある 龍拳よこの程度の試練では稽古代にもならぬぞザコどもをいくら倒したところで俺の求める強さは手に入らぬ王はザコというかいろんな憲法をいろんな憲法いろんな憲法の流派のやつをとりあえずカサンドラにぶち込みまくってた気がするんだけどそいつらもザコなんじゃねえのかな、まあ、憲法を極めるためかだから剣を。 ならばらを次の試練はどうかな入れよケンシロウが戦ってきた猛者ちをやっぱりおおおほほほ真ん中のシーンは分かるけど両サイドはどうなんだなめるなよ龍剣ああやべえな、えー、めるなよ竜拳剣ケンシロウに倒せた相手がこの俺に倒せるはずはないまあそうだな まあ、ケンシロウは、あれだよね。えー、っと、ケンシロウ対ラオウの戦いが3回か回4回ぐらいあるんですけど、そのうち、えー、っと、1回、うん、海のリハクの部屋で戦った時だったかな。ちょっと奥義使っとくか。ケンシロウは、えー、っと、レイとか、シンとか、 そういう過去に戦ってきた者たちの剣をラオウに浴びせるんですよね。で、ラオ驚いてましたね。まあ、そんでと似たようなお話の構成なんですかね、今回の幻灯編は。じゃあ,あ、これ終わったんで、で、シンとかね、カーネルとか途中にいるんですけど、騎馬一族とか、次は、こいつ、デビルリバース。 うーんまあデビルリバースまあよいしょ大したものだらお名だたる者たちを引き寄ったかうん貴様のうん試練にしてはいささかなマヌルイかつて貴様は幼き日の堀を崖から突き落とし修行においては子供相手と思えぬほど容赦なく追い込んだしかも ラオトトキ、ラオトトは、トキってるよね。えー、ラオトトキは、ラオトトキ、まあ、その兄弟二人で崖に落とされるんだよね。どっちかしか養ってやれ、養ってやれねえから、先に登ってきた方が勝ちいいと、竜賢がね。先にの登ってきた方を北斗神拳伝承者として育てて、後から登ってきた奴はもう育てねえと。 いうふうに言って龍拳は突き落とすんだけど、そのあたりの話出てくるかな、伝説編。まあ出てこないかもしれないので説明すると、まあラオウが登ってくるんですよね、崖から。で、時は怪我して登れないような体、体というか怪我して登れなっぽいかったんだけど、ラオウが、要は片手に、なんていうの、まあ、 ああ、ラオがトキを引きずってトキをね、ト、え、キ、ー、を引きずって一緒に上がってくるって、いうそういう熱いエピソードがありますわ。うん、そうか、ラオよ。ならばこちらも手加減はせぬ。トキを出した方がいいんじゃねえのかな、ラオにとっては。いでよ、地の底に囚われし悪魔よ。その昔、ラオはトキと約束をしておりまして、 えー、ラオウがね、俺がなんか暴走したら時お前の剣で俺を止めてくれみたいな。まあ、そんな約束をなさるわけですよね。熱いんだよな、あれ。えー、ヒャッハーの方がね、なんか、<laughs> 会心率高いし、ね、会心のダメージも大きいし、あれあれちょ、ちょっと待て。やばくね <laughs> やばくね <laughs> えー、ヒャッ百ーさんの方が、結局ダメージは大きいというか、たくさん与えられるんだけど、死ぬかもな。あれやばいかも。も負けるってことはねえか、ただ全然削れてないな。しかも、七星天神の、えー、っと、七星天心の奥義装着はしてるけど、育ててないから使えなかったしな、先無法者の。 うーん、やばいかも。はい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 。究極奥義を出させてくれ。よしよしよし、いいタイミング。デビル・リバースさんがこういう風にわけわからん攻撃してるときに、こっちの究極奥義ぶち込めればいいんだけど。で、今、今の究極奥義、あの、断固総裁権っていう技なんですけども、これラオウに放った技なんですよね。断固総裁権っていうのは。 何があっても総裁、つまり相打ちの件、相打ちにするっていう、まあそういう分かりやすい名前なんですけどレイはそれを放つんですが、えー、国王に、国王号に乗ったラオが、まあ指一本でレイをね、始末しちゃうっていう、あの時の実力さ、やばかったですね。はい、これで終わりかな。 こう硬いなうん。これ最後、あ、最後ラオウ様か。少しはやるようだな。だが俺の相手ではない。お前出るまかなかったけどな。ガチャで当たんねえかったからなラオウ様。ノーマルのラオウとか全然強くないからね。えー、じゃあストーリー2の9終わったら2の10か。最後はラオ自身がボスなのか。よくわからんな。哲学的。 まあ、二の木遊びますか。 はい、えー、2の9、デビルリバースやったんで、次最後、ラオですね。ラオ、かっこ幻影 <laughs> んで、相性を考えてね、あのー、さっきレイとか、無法物やってたんですけど、結局、一番強いのはヒューイさんでしたね。<laughs> 一番っていうか、まあ、そんなに試してないけど。なので、ヒューイさんでいきますが、まあ、レイも一応、タイ、タイだっけえっ、ー、と、 セットしとくかあ無法者にセットしてるから無理かもうこのままやっちゃおうえー、っとえ何ああと1必要か30秒待つかうん 4321 <laughs> はい30たまったラオ白魔をも退けたがこれほどまで力をつけていたとはないや余裕っしょラオにとって <laughs> デビルリバースとか。 だがお前にはもう一人乗り越えねばならない相手がいるいやトキだろトキトキを出せ何 <laughs> ラオちゃんと考えてる <laughs> それはお前自身だラオリュウケンは何ラオを強くしてあげようとしてんのかおおああこれ敵のラオかこっちのラオラじゃなくてんこれはこっちのラオか うん、己と戦えとは。竜ケ明、弱点は俺の心とでも言うのか。ならば受けてたと、俺自身よ <laughs>。何ってな、こいつ <laughs>。貴様を打ち砕き、打ち砕き、俺は再び天を目指す。<laughs> そうですね。えー、ラオは、ああ、まあ、羅王は戦わずに、ヒュイさんですけども。 なんか声ちょっと、うーん、まあ、いっか。一滴の人でも。えー、っとね、ラオウは、竜賢に聞かれるんですよね、えー。聞かれるっていうか、そっか。お、急遽抗議か。えー、っと、竜賢がケンシロウを伝承者に選んだ後の話なんですけども、まあ、ラオウ怒ってというか、えー、ケンシロウがやとあ。じゃあ俺は旅、旅に出るわっていうか、どっか行くわ、つって、 まあ、ラオウどっか行っちゃうんですよね。で、その時、龍拳がラオウに問いかけたこと。えー、貴様は何を目指すと。その時言った言葉が、ラオウのね、えー、言葉が、あの、天と。天神どっちだっけあれ忘れちった。天か神か、ちょっと、あの <laughs>、人差し指を上にね、えー、突き立てて。天じゃなかったかなだったと思うんだよな。 で言うんですよねな,な,なんかシールド結構破壊されてるな大丈夫かまあ余裕かラオウなんてねヒューイの足元にも及びませんよんおラオウが膝をついた貴様を乗り越え俺はまた一歩天へと近づくことができた龍賢はラオウを殺したいはずなのになんか強くさせてるななんでだろうこの幻想編なんか意図があるんでしょうか えー、全ての重さを撃破するとか。幻影ってのもまず意味わからんしな。最後にもう一度問おう、よ。貴様はかつて俺から北斗神剣を奪おうとした。そうなんですよね。龍拳が、まあ、ラオウの剣を封じるわけですよ。北斗神剣伝承者、まあ、お前にはふさしくないと。まあ、剣士郎選んだし、ラオウには死んでもらおうと。 で、龍賢はラオを追い詰めるんですが、えー、その時の、龍賢の持病がね、出ちゃって <laughs>、ぎっくり腰にもなったのかわからないけど、まあ、それに乗じてラオは龍賢をぶっ殺すんですよね。そんな貴様が、なぜ俺に知れ謎を与えたなぜ俺を鍛えようとする確かに。ラオかつて私はお前から北斗神拳を取り上げようとした。 北斗神剣をどこじゃないあ、あ、そっか、命までは取り上げんって言ってたな、あの時。漫画で。はあはあ、かはみたいな感じで、竜拳死にそうになりながら。そう、そういう風に言いながら、確か、持病は、持病が、なんか、どんどん重くな、持病重くなるっていうか、発症してたんだよね、あの戦いで。だが、時代は変わった。お前や時、賢志郎の成長を目の当たりにし。目の当たり死んでんだろ、お前。何言ってんだ マスター用だみたいな感じになってんのかなえー、こう思ったのか。えー、この乱世を切り開いていくのに必要なのは、力だけではなく、強き意志を持った剣士なのではないかと。ラオ、力のみな気がするが、強き意志。ラオ、お前もその一人だ。くだらぬ。俺の意志は昔からただ一つ、ユリアだ。<laughs> 違うか <laughs>。 この世で最強の男となり天を握るそれだけよユリアでもあると思うんだがえー、ラオ変わらぬようだな亡霊のザレ事などこれにこの俺には届かないウセルがいい龍剣よさらばだラオお前はやはりこの龍剣の想像を超えた男だった <laughs> これかい <laughs> 何 龍拳 <laughs> よ、良い退屈しのぎであった。え、いや、な、なんで、なんで死ぬ間際のポーズ今取ってんだ。剣王恐怖の伝説はまだ始まってもおらぬ。剣士郎、再び相まみえる時は、必ず、必ずや貴様を軸抱く,く、軸く。とか言っちゃってね。剣士郎じゃない、ラオ不動との相撲対決にも負けるしな。えっと。 と、じゃあ、幻想編でストーリーあるのは終わったんで、今何位なんだろう。2日間しかやってないけど、579位。うん、なかなかだね。えー、1000人ぐらいしかやってないのかなで、あんまりちょっと言うのはあれだけですけど、自分がやってるね、ギルドに、その、さっきのランキング1位の方が乗ってるんですよね。びっくりしちゃった。 うちのギルドのなんかでいいんですかってちょっと思っちゃったんですけどね。<laughs> ええと、じゃあ最後に、えー、ガチャやっていきますか。まずはピックアップガチャ10連と。ケンシロウレイはまあどっちも編成には入れてるので、まあありがたいんですが、うん、さあ、ええー。おおおおでもめっちゃいいじゃん。SS と S あるぞ。あ、スキップしちゃった。 えまた SS その足技か。S は百列券。うん。よろしい。結構いい。SS 出るともう嬉しいよね。じゃあ今度は普通のオブガチャ。これはね、ヒューイが出てほしいんだよな。本当にヒューイが強いから。じゃ、10連。なんかガチャチケット溜まりやすくなったよね。まあそれはいいかなって思うが、これ微妙だな。 S, S はミートバウンドか。ハート様の技ですが。ハート様そんなつかねえんだよな。ハート様も SS が星一つだけど。SS 剣士出てこないかなあーやべえ、まただ。え、なんか結構出てんじゃん。あーハート様 S。剣士の S はいらないけど、奥義の S は欲しいんだわ。えー、5者エンジン剣。使わな。薄力薬使わな。<laughs> もうしょうもねえな。最後。はい。ああ、ヒュイ関連出てくれー。ああ、星4つ。あ爆死だこれ。あ、でも、警ッ列車。あ、でも、これ SS 持ってんだよね。はい。えー、かなり微妙な引きでございましたな。じゃあ、まあ、幻冬編終了したし、今回終わりにしまして。次、伝説編かな。 伝説編ちょっと録画状況悪くて撮れなかったやつあるのでちょっとそれ再度撮ってすぐにまた上げると思いますうんじゃあ今回ここまでです <laughs> ちゃんと説明すんだななんか兜がダサいんだよなはい なんかラオウは金髪の短髪がすごいかっこいいんだけどなそういうバージョンも出てほしいはいまあここまでにしましょうご視聴ありがとうございました